迎えて初めて東京初進出を迎えることができました。これも応援してくださっている皆さんのおかげだと思っています。本当にありがとうございます。この時期このタイミングで団体をコンセプトとした何か大規模なことをやりたいなと思い、フラッシュトーナメントを開催に当たりました。それが今日この場で実現しようとしています。選手、団体、そしてお客さんは揃いました。選手一同最後まで精一杯戦いますので、最後は仙台ガールズそして里村芽衣子が一番輝いてみせます。応援よろしくお願いします。
Yeah!
情報戦お気をつけください。私が最後の最後に戦場に出たら絶対やろうと思ってたことがあって、念仏ケンタッキーボム絶対やってやろうと思ったの。時間がすごくかかった念仏ケンタッキーボムのせいで負けましたね。畳みかけてもらったら絶対全部勝ってました。ちょっとあそこでガリさんのキャラを出しすぎたかなと。でもウェブのキャラはキャラっていうかカラーは出たんじゃないでしょうか。大体トーナメントは好き嫌いやん、苦手やん。Thank you.
Thank you.
決定です。今日の応援してくれた方たちの気持ちを裏切ったことは本当に忘れないから、もう一回出直します。これからすぐ行こう、すぐ行こう。ありがとうございました。あー、
シンコミネトス、シンコミネトス。Yeah!
全然予想してなかったので、ね、すごいチームワークを見せられた、見せつけられた感じがして悔しいですね。また次、来年あればいいな、はい、リベンジを、はい、リベンジをもっと足並み整えて、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。私が出たってことは、そっちのリーダー出てこいや。
くなったな。早い早い早い、まだ4分ぐらい、早い早い早い、
No!
スーさん、伊藤カレー、ピアラ2回戦進出決定です。京子さん、お願いします。出させてください、試合に。お願いします。よし、空気読もうか。せっかくだもんな。よし、2回戦サリでいこう。よし、Tシャツを着てみんなで私の下について、それで上を目指すっていうみんなの気持ちは痛いほど私に伝わった。あの T シャツ着たから負けたんじゃない？ですよね。結果、うん、フリーといえども一つのものに向かっているときはすごい団結力を発揮するということで。そうだね、即席の今日ペアの方に、まあ、トヨタだとしては絡んでるけど、はい、ね、あんまり絡んでない。そうですね。それでも、まあ、団結力っていうのはあった気がする。それリーダーのおかげかもね。ね、まとめてくれたおかげですね。そうだわ、確かに。じゃあ、これからも私ついてくるか。はい、お願いします。お願いします。お願いします。じゃあ、私はもう一歩も動けないから、私をおぶってみんなに。はい、おぶります。はい、おぶります。はい、失礼します。はい、失礼します。はい、あげます。はい、失礼しました。2回戦時間無制限一本勝負を行います。青コーナー JWP165 パンドのカマサーナーナー、176パンドのクラキーツバーサー、165パンドのハリアマーカヨーカー、青コーナー仙台ガールズ160番の水波亮、120番のヒレン、150番の里村メイカー、レフリートミYeah!
ちょっとこっちが、ね、満足いかない、はい、試合だね。全然満足いってないです、全然うちらの相手じゃないです。もっともっと、いや、この時は誤算だったと思うんですよね。川さんを持ってきたことが、もうちょっと川さんにかけるんだったらもうちょっと練習でどうにかするべきだった、メンバーがちょっと違ったね。課題ですね、下の子をもっともっと成長させていかなきゃっていうのは、今日はいい試練だったと。でも本当はこれで勝たせて、もうどんどん やっていってあげたかったんですけど、それは自分にしても課題です。でも里村から自分がピンを取りたかったんで、それもまだまだ、もっと JWP って団体はすごいんだぞっていうのをもっと見せたかった。時間無制限一本勝負を行います。青コーナーディアナ110コンボのサーリー、143パウンド青のケイコーン、273パウンド井上京コーン、赤コーナースターダム130パウンドビトーヨーコーン、125パウンド、夏木太陽、140パウンド、高橋七重。
Thank you.
Thank you.
分30秒勝者高橋七重。同期なのに全然やり返せなくてすごく悔しいです。次当たった時には絶対に自分が勝ちたいです。もっと頑張んなきゃいけないなって思いました。今出せる力精一杯出したと思います、うん、そうですね、はい、サラが言ってるようにまだまだ練習しないとダメですね。頑張りましょう。はいはい、はい、よっしゃよっしゃあったぞ。当たり前の結果ですよ。ここまで予想通り予想通り今日が一番取る日です。はい、そうだと思います。1年未満で、スターダムで取ります。よしこよしこと行きます。メイン優勝するぞ。絶対優勝すったんだ。おっしゃ、はい、みんなで戦うぞ。おっしゃ、仙台ガールズ140分の影戦。同じく150分の里村芽衣子。レフリートミー。
Yeah!
次あなた倒します。おい影瀬里村、てめえらの名前顔よく覚えとたかんな。てめえらこのままで攻めると思ってんじゃねえぞ。
今日ここまで来られたのも5年間土台を作ってくださった仙台ガールズ前社長の新崎人生、そして私を一から育ててくださった師匠の長谷千草さんのおかげだと思ってます。最後に協力してくださった団体、そして今日ご来場くださった皆様、本当にありがとうございました。今一度盛大な拍手をお送りください。女子プロレス団体対抗フラッシュトーナメント優勝チーム、仙台ガールズプロレスリング。スターダムの高橋選手はもちろんですけど、よしこのあの新人離れした存在感、本当に体格に立った時に新人だと思えなかったんですよね。いやあの人はすごい。コートワークが決まってから何ヶ月前か、ゾーラさんにオスバレーを使ってっていうふうに言っていただいて、絶対に今日も最後に出そうと決めていったので、本当にデスバレーでスリーが取れたこと、自分の技にしていきたいと思いますし、サナさんとシングルで戦った時に自分がデスバレーでトマラさんから勝ちたいなと思います。今日やっぱりリングに上がった時に、新人選手上がってもまだ京子選手なりジャガーさんなり世間では認知度は本当に大きいので、今日はやっぱりそういう方たちも勢いのある新人も一緒の場に同じリングに立って見てほしかったっていうのが一番の思いですね。そういった意味ではやっぱり 最後の決勝戦でスターダムが上がってきてくれたっていうのはすごくこれからの大きな意味を持つと思ってます。ただ単にスターダムが取り上げられてるだけではないということは私は感じましたね。うかうかしてられないなと。今日これだけの選手が上がってくださいましたけど、本当に一人一人の持っている力っていうのは高めれば高めるほど無限大に出るんだなと思いました。そういった意味では今日はやっぱりトーナメントをやって大勢の中からせめぎ合って上に立つっていうことをしたかったので、それは最後の決勝戦で示したのではないかなと思います。